もう、まあ、ワクワクというか、まあ、泊まりでね、こうやってファンの皆さんと一緒に、まあ、一夜を過ごすからね、なんか嬉しいですけど、まあ、大人になったファンの皆さん、我々も大人になってますからね、その辺はこう、なんか、一つの時代を経てできることかなと思ってます。何しろね、嬉しいのは、梅雨のね、真っ只中がこれだけ晴れて、そういう時から本当全国から皆さん集まっていただいているので、まあ、少しでもね、いい思い出ができればと思ってます。ということで、2002年フォーリムス同窓会、今日は4人で皆さんと一緒に楽しみたいと思います。オリモマサオ、こんにちは。ようこそ、ここ水明館にお越しいただきました。ね、本当にこの企画が、始まってから、いつ、ね、いつかとこう指折り数えてた方がたくさんいると思うんですけど、まあ、今日はね、としもが言ったように大人のブレイクオフというのがありです、ね、約 4,5 時間皆さんと共に酒を酌み交わし、美味しいお酒を飲みながら、ね、その辺はどうなるか結末が分かっておりません。北浩二長い旅だったと思いますけど、車でだいぶかかったと思いますけども、今日はそういう疲れなしで最後まで皆さん楽しんでほしいと思いますけども、我々も精一杯近くに行って皆さんと共に楽しみたいと思います。今日はちょっとね、ジンマシンができてるんですよ。だからみんな あの写真撮る時もなるべく後ろ見なかったんですけども、なんでかというと昨日踊りの練習スマホとチークしたらジンマシンでした。まあ今こうやって半分皆さんのお顔を見てね、どうもありがとうって言葉が非常に皆さんから聞かれたんですけど、いやもう本当にこちらこそありがとうございます。いやこうやってね、皆さんと直に会えてこうやって近くでお話できるなんてこと今までなかったから、なんか今日は違う意味で、あ本当にみんなね、でここに来ていらっしゃる皆さんもうみんな本当にこの、忙しい中をこうやって来てくれてるわけでしょ。だから少しでもみんなのところに行こうと思って一生懸命かかんでるんですけど、腰が痛くなったのと、みんな今だいぶ今半分回りましたから、でちょっとね今ねお料理をね運んでいるんで、僕たちがうろちょろして、お姉さんたちがちょっとなんか物壊しちゃったりするの大変なんで、ちょっとここで一回小休止させてください。それでどんどん皆さん、せっかくビールとかそういうのが冷えてるんで、飲める方はどんどん飲んでいただいて、飲めない方はウーロン茶とオレンジジュースがありますから。お酒飲める人どれくらいいます？あ、結構いるじゃん。一滴も飲めない人、あ、結構いるじゃん。ゴムゴムぐらいだね。お、どの人がいい？フォーリムスの中で一番お酒強いの誰だと思う？え？俺ね、最近思うんだけど、麻婆かもしれない。うん、だって麻婆よく飲むもん。でね、長っちりなのはね、こうちゃん。長いよ、夜中の4時まで人生の。タオどうみんな回って、はい、見たとき、本当になんていうの、元気だよね、みんなね。いや、元気だけどね、もう一つね、なんで若いんだろう、こんなに。そうだね、うん、本当若い、みんな。思いますね、うん。こうちゃんは頑張って。いや、もういいや。まあ、もう。こうちゃん、いや、みんなと直接握手して、皆さんの顔見たいでしょ。みんな若いでしょ。若いですね。なんで止まるんでしょ、これ。本当に若い人は若い。で、若くない人はまあ、それそうの。まあ、食べながら、食べてくださいよ。食べてください。僕たちがここで喋りますから、そういう意味で、箸を止めないで、口を動かして、ね、遠慮しなくていいですから。誰も遠慮してないよ、誰も遠慮してないよ。自分のお金で来たんですから。当たり前だよ、当たり前。今日のお父さんいいよ。この後どうなると楽しみだろう。もう頭クランクランしてるから。
それからあのご家族でねお見えになってくれた方もたくさんいらっしゃったようで、旦那様を連れてきて、皆さんの方もいらっしゃるようで、ね、今日はあのおそらく奥さん高校なんだと思うんですけど、まあ本当にまだ始まったばっかりで、皆さんあの美味しいお料理また温かいうちに食べていただいて、焦げちゃう焦げちゃう、松田川牛ですよね、こっちはね。飛騨牛、飛騨牛、飛騨牛、小田牛、小田牛、ここの牛は小田牛だって、小田牛のお肉が美味しいのでですね、あの僕も昨日食べたら本当に美味しかったです。だからどこの肉が分かった？どうぞ、肉は小田牛、あ、小田牛か、小田牛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 、そうやって聞こえないよ、だって小田牛じゃん、小田牛だよ、いいだろ、そこいちゃん、ここはどこ？ここは、うん、水面館です。水面館、うん、で、場所は話違うんですけど、あ、違う、ここも鯉でかいですよね。釣って持って帰らないよね。あの、持って帰らないから、そんな心配いらないと。これで、ここはどこですか、場所は。ね、ここは岐阜ですよ。岐阜？岐阜ですよ。ね、岐阜県、あの、僕の友達がいたんですよ。あの、五郎っていうやつ。野口五郎君が昔友達で、あの、岐阜に僕が温泉、正月に来たんですよ。五郎と、うん、それで、二度と行きたくないって言われたんじゃないですか。面白い話あったんでしょ、それで卓球して帰ったんですよ。あー、こうちゃんと五郎って会うかもしれないね。こうちゃん寝てたずっと。こうちゃん昨日ほら、朝まで生討論やっちゃったもんだから、4時まで昨日こうちゃんはうちの部屋のビールを盗みに来ました。もう自分の部屋にビールがなくなったもんだから、こっそりね盗みに来て、どのくらい飲んだろこうちゃん。いや、それが話違うんだけど、どうして話違う。いや、本当にね、みんな起きたらみんないなかったじゃない。はい、それがこれね、すごい寂しい。寂しいよね、僕たちはもう8時スタートだから7時過ぎぐらい出ちゃってるよ。で、1時頃帰ってきたんだけど、うん、それまでずっと部屋で待ってたのに。でもこうちゃん、BBS 打ち込みやってやれたんでしょ。そうそう、ね、あの、BBS、BBS、BBS? BBS ニュースBBS、見ました。あ、本当にすごい早いですよね。